数年前私が通っていた高校での話です。その日私は掃除当番のために図書室にいました。霊感の強い友達の霊子、過去仮名も一緒でした。やっと掃除が終わり、鍵を閉めたかどうかのチェックを二人でしている時です。図書室の奥の方からギーパタンという音がしました。それはまるで古くて重い木のドアが閉まるような音でした。でも変なんです。うちの学校、そんな重い音がするような古いドアはないんです。これは何かの聞き間違いだろうと私は思うことにしました。でも音は玲子にも聞こえていたようでした。今ドアが閉まる音がしたよね、古そうなドアの音。そう言った後、玲子が声を潜めて恐ろしいことを言うのです。その後にさ、小さい女の子の笑い声がしたんだけど。私には笑い声なんか聞こえなかったのですが、霊感のある霊子が言うことですから本当に聞こえたのだと思います。怖くなった私たちは逃げるように教室に戻りました。次の日、私と霊子はまた図書室に行きました。ねえ、この辺で音がしたんだよね。そう言いながら私と玲子は恐る恐る現場を調べるように音がしたあたりまで近寄っていきました。とその時です。ずーんと何の前触れもなく、いきなり私の肩が痛いほど重くなったのです。それと同時に玲子が私から飛び抜くように離れて叫びました。お願いだから今は近寄らないで。どうしたのと聞いても、レイクは半泣きになって叫ぶだけです。いいから絶対近くに来ないで。わけのわからないまま、私はレイクから離れたまま教室に戻ると、レイクがカバンの中から和紙に包んだものを取り出し、私に向かってポイと放り投げたのです。何をこれ、どういう意味？私は少しムッとしながら肩の重みに耐えながら聞きました。その和紙に包まれたものは、玲子がいつも常備している清め塩だというのです。それで清めてきて早く。真剣にそう言われ、私はトイレに走り、個室でその塩を肩や頭に振りかけました。制服の肩のあたりを塩で白く染めながら、私は教室に戻りました。すると玲子が心配そうに様子を伺った後、ニコッと笑って私に近寄ってきました。さっきね、男の人がさえの肩にいたの。すっごい目で睨んでたよ。疲れてしまう前で本当よかったね。玲子はほっとしたように言いました。その瞬間、逆に私は全身に鳥肌が立ってしまいました。